神石高原町のビレッジハウス2号川で今月7日に行われたトウモロコシの収穫体験会には福山市や広島市などからおよそ100人の親子連れが参加しました。参加者は大人の背丈以上に育ったトウモロコシ畑の中に入り、住民から収穫のコツを教わりながら、大きく実ったトウモロコシを両手で一本一本丁寧にもぎ取っていました。このイベントは子どもたちに都市部ではできない体験を通して地域の魅力を知ってもらおうと、地元のアルギ自治振興会が中心となり、毎年この時期に開催しています。収穫したトウモロコシはその場で焼いて食べることもでき、子どもたちは取れたてのトウモロコシの甘さを堪能していました。これを契機にですね、この地域もますます盛り上がっていくことと、このコロナに負けない勢いでやっていければというふうに思ってます。ビレッジハウス2号川では今後も農作物の収穫体験や手打ちのそば作り体験などを実施する予定です。